スカパーでテレ朝チャンネルに加入すればスマホからでも追加料金なしで放送を見ることができます。パソコンやタブレットにも対応、放送と同じ時間に視聴することができます。また見逃し配信で何度でも視聴できます。スカパーオンデマンドへの加入方法は簡単、契約もスマホで完結できます。加入に必要なことは3つだけ。まず1つ目はテレビの B キャスカードの番号または A キャス番号を用意してテレ朝チャンネルに加入します。検索サイトでスカパーテレ朝チャンネル加入と入力して申し込みページへ。テレ朝チャンネルを選択してプランとセットを選びます。B キャスカードの裏面の B キャスカード番号もしくは A キャス番号を入力します。 B キャスカードはご自宅のテレビの横や裏に刺さっている赤色のカード。カードが見つからない場合や A キャス番号の確認はテレビ画面からリモコンの CS ボタンを押して101チャンネルに合わせて右上の番号を確認。お客様情報やお支払い方法を入力してください。次はスカパーオンデマンドを利用するため会員登録をしてマイスカパー ID を作成します。最後はスカパーオンデマンド専用アプリをダウンロード。スマホやタブレットで見る人におすすめです。先ほど登録したマイスカパー ID とパスワードを入力します。これで登録は完了。テレ朝チャンネルは1、2、2チャンネル合わせて月税込み1,529円で視聴可能。なんと加入月は無料です。テレ朝チャンネルでは最新の音楽ライブを含めたコンテンツや生中継が盛りだくさん。詳しくはテレ朝チャンネルで検索。